本多忠勝ら徳川の精鋭。どのような事情があるかは知らぬが、皆進め、董卓を倒し民を救うのだ。民の中にも戦っている者がいるか。あっぱれな心意気を死なせてはならん。董卓様の命令だ。食料を根こそぎ奪ってやれ。反乱軍に協力する民は飢え死にだ。長州流剣太董卓、史書に書かれた通りの暴君のようだ。民を敷いたの土肉林に吹ける悪逆非道な男だ。助けてくれ。奴ら俺たちから食料を奪う気だ。ここまでよく耐えてくれたわね。私たちが必ず守るから安心して。ありがとう、助かった。もう大丈夫です。安全なところへ避難してください。クズどもが。しかし先ほど敵兵が言っていた反乱軍とは一体。敵将を討ち取ったら格が違ったわ。長飛竜剣だ。なんとお礼を言えばいいか。いつもながら鮮やかな戦ぶりですね。本当に勉強になります。長子龍バイナー。我が策では止められなかったか。命拾いしました。ありがとうございます。何ごときに何を手間取っておる。わしがさっさと片付けてくれるわ。董卓の本体が民。ここからでは間に合わん。兼続殿、民が襲われているぞ。彼らの前で何という暴挙を。ああ、馬長殿、見過ごすわけにはいくまい。義と愛の将たる我らが救わねば。さあ銀兵殿も。はい、力いっぱい頑張ります。私が相手で不服かな。さすがは金馬長、義と愛にあふれた勇士だな。金継ぐ殿こそ正義を貫く男。その気概は何者にも破れぬだろう。熱いお二人ですね。度が過ぎる気はしません。さあ泣き乱してやろう。命拾いしました。ありがとうございます。他人の時に何を手間取っておる。わしがさっさと片付けてくれるわ。長飛竜剣斬。董卓の本体が民。ここからでは間に合わん。兼続殿、民が襲われているぞ。我らの前で何という暴挙を。ああ、馬長殿、見過ごすわけにはいくまい。義と愛の将たる我らが救わねば。さあ銀兵殿も。長飛竜剣だ。はい、力いっぱい頑張ります。さすがは金馬中、義と愛にあふれた勇士だな。兼継ぐ殿こそ正義を貫く男。その気概は何者にも破れぬだろう。熱いお二人ですね。
度が過ぎる気もしますが。超飛竜さあ、滝に出してやろう。三成の息、受け取った。私も負けぬ。受けてみろ。今だ。わしは帰るぞ。信長め、面倒なことをさせおって。信長と聞こえたが、言うとなら、なぜ董卓がその名を。本当にありがとうございます。助かりました。無事で何よりです。ここは我々に任せてください。よし、民を救うことができたな。我が名は超治癒。あとは敵の残党を追い払うだけだ。董卓はもういないの？また悪さをして帰ったのかしら。早く探そうの。マロは帰って蹴鞠がしたいの。みんな、董卓を探して。邪魔する人は徹底的に痛めつける。あの手だと。我が名は長州。まさか民を追撃するつもりか。城内に乗り込もう。敵の援軍を断つにはそれしかない。その戦ぶり、我が血もたぎるわ。よくぞ董卓を追い払ってくれた。敵の敵は味方、そう思ってよいのか。敵味方の問題ではない。その疑心に共感したのだ。これより我らは同志、共に不義の輩を打ち払おう。董卓殿、どこに行ったの？まさか蹴鞠かの。残っているのは配下の兵だけで、本当自分本位な男。さあ来やがれ。お前なんざひとひねりだ。見事に負けちまうとはな。素晴らしき活躍よ。お前が味方にあることを幸運に思うぞ。まあ門が閉まっているのね。困ったわ。では門番に部位を示しましょう。彼らの戦意をくじき、門を開けさせるのです。すごい、あなたこそ真の三国武装です。来やがれ。お前なんざひとひねりだ。行きますよ。さあ先に出してやろう。俺に任せ。この腕輪にかけて。鬱陶しいのだよ。敵将を討ち取ったり、敗北というのもなかなか面白い。お前と戦える日が楽しみだ。三成の意見受け取った。私も負けぬ。Oh, yeah.
任せよ。朽ちるがいい。クズどもが。強すぎる。もう開けますから、命だけは。私の相手は不服かな。超支流前敵から違い撃った。はい、俺に任せる。超支流剣ダウン。俺に任せよ。お前は我がコートさせてもらう。戻って、策の練り直しだ。いつもながら鮮やかな戦ぶりですね。本当に勉強になります。タク軍の残党だな。民の安寧のため、ここから出て行ってもらう。もしかして、トウタク殿はもういないのかの。そのようで、なら、あの人のため、私たちがここを地獄にしてしまいましょう。そう、滝に出してやろう。負けてしまったの。クズどもが。うつけ殿に怒られてしまうの。あの人が怒るかしら。この状況きっと喜ぶわよ。トウタク、そして奴の裏にいる信長という男、一体何を考えている。我らの疑心を一つに。造作もない。よし、うまくいったな。よるしおすな。みんなで鍛錬してきたが、ひどいのなんのって、ほんと危なっかしくて見てらんねえんだよな。仕方ねえから、これからも俺が世話してやるぜ。